はい、こんばんは、島津でございます。クワイエットプレイス続きからやっていきたいと思います。前回は州軍がね、占拠していたキャンプ場に行ったんですけど、そこはね、もうすでにもぬけの殻で、今は港で脱出の準備、避難の準備をしてるっていう情報が分かりました。それで、その最中、アレックスのお父さんがね、ローラに撃たれてしまって亡くなってしまいました。なので、これから一人で港を目指すことになりました。それでは、早速やっていきましょう。いやー、衝撃でしたね。まさか亡くなるとは思ってなかったんで。でも、ここもね、アンチだったんですけど、旅をしないといけないので。はい、さようなら。あ、どんどん下がっていく。どんどん環境音が下がっていく。ルートこっちで合ってる？合ってんね。この先、この洞窟の先に川があるような気がする。川がある。おう。この先にもあって、まあ、そこを、そうだね、川伝いならある程度音を出しても問題ないから、楽に進めるんじゃないですかね。町に来ましたね。町か？水をたどっていけば、いずれ波止場に着くはず。だから、あの橋に行かなくちゃ。港っぽいね、あそこ。ね、貨物を移動させたり、降ろしたりするクレーンがあるから。じゃあ、もう近いってことか、港まで。砂袋を持ち運び、大きな音が出る表面に砂をかけよう。そうすると、その上を歩いても大きな音が立ちにくくなる。砂が来ましたね。これ原作でも対策の一つとして描写出てくるんですよね。いい知らせだ。近くに砂袋がいくつかある。みんな一袋ずつ持っていけば、クリーチャーに物音を聞かれる心配もなく、歩道を作ることができるぞ。いや、これはね、心強い。だから、この水辺の部分に砂をまくって感じだよね。これは。ゆっくり歩いて、いや、そっちきついな。鳥がいるから。砂をまきましょうか。砂を注ぐ。来た。ほっ。オッケーオッケーオッケー。来てる？いるか？いや、まだ大丈夫。これ砂なくなんないのかね？なくなんないんだったらすごくありがたいんだけど。瓶取っといて。オッケー。さーっと、はいはい。いいよ。あ、でもこれなくなりそうね。ほら。ここにも置いてあるってことは。ちょっと待って。これなくなる？なんかね、心なしか、どんどん膨らみがなくなっていってるよね。だから、砂袋には制限があんね、これ。オッケーオッケー。はい。道は作りました。あとは、ま、これら辺をどけて。はい。これね、さーっと巻いてからね、ちょっと一定時間経たした方がいいね。進みながら砂巻いてると、先に足音が立っちゃう場合がある。オッケー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 。カセットテープがあった。これ確かね、まあ、収集物。クリアすると危険じゃないですかね。ポストロックマドネス、リアム・エイドリアン・ノビク。歌手の人の名前ですかね。いや、マジ砂便利。マジで全く音が立たなくなるから。はい、空になりました。やっぱね、砂袋ね、みんな空になる。制限がありますね。だから、なるべく最短で注いでいかないといけませんね。
前進あるのみだ。この列車の、残骸の向こう側に行かなくちゃ。いやー、ボロボロですね、列車。見て、ひっぴがされてる。危ない、危ない、危ない、危ない。ここはなるよ。ここなるから、なるべく最短で。砂利巻いて、砂か。砂巻いて、砂利と接触した時のね、音をね、最小限にしないといけない。頼む、切れないでくれ。一応最短を、最短なんだから。頼む、頼む。いやー、ギリアウト。うん、ギリアウト。まあ、でも、あとはもう、ほんとゆっくり行けばいい。待って。OK、OK、OK。ねえ。砂敷いてないとこんだけなるんですよ。でかい音が。よし。おーおー、待て待て。だよな。来ない？うわー、怖い。自然界の音よ。よし、来た。ううううう。くそ。ちょっと待ってね。ここ5段階じゃないと進めない。自然界の音が。5段階か4段階。うわ。これも最低速度だよ。あ、落ち着け落ち着け。4だ4。2とかもう持ってのほか。2とか持ってのほか。早く。オッケー。ふぅ。クリア。降ります。オッケー、オッケー、オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。よしよし。ふぅ。来てる？もう来ちゃった？あいつ。いや、来てはいない。あら、いた。いた。瓶何番だっけ？オッケー。大丈夫、大丈夫。待ってね、砂袋取る。まあ、ここのルートはちょっと確保しときたいね。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。で、持ってるとストレスになるから、ちょっと一旦置いといて。いいぞ。ここは大丈夫。音はなんない。待って。落ち葉がある。落ち葉排除。落ち葉。オッケーオッケー。ここ。ルート確保。オッケー。は？やばれてない、やばれてない。飛べ、飛べ。レッチャン上行け。一応、もう投げる、あっちに。行った。上登れ。上登らんな、こいつ。ちょ、待て。待ってね。無理か。待て待て。やばい。またげ。きついな。ここ砂ないんだよ。ああ。オッケー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 。いやー、砂欲しい。これダメかも。OK。向こう行った。うわー、砂欲しい。砂欲しい。これはテープか。一応取っといて。ここは渡んないといけないんだよ。この一番とこ。砂欲しい。でも砂はないのさ。あら、消えた。
いや、いるわ。オッケーオッケーオッケー。ほう。よく渡りきった。これ違うよね。あ、下にあるわ。これ落ち葉じゃなかった。落ち葉ある。待て待て。環境4、4、4。早しろ。オッケー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 。砂持ちながらね、またぐことができないからね、困るよね。オッケー。うわー、金属が散らばってる。なんでこっちに飛んでくんだよ、お前。きつ。これ金属が散らばってる場所に触れるのもご法度でしょう。あとこのトタンの上に乗るのもアウトだよね。もうバチクソ音鳴りそうだもん。あ、取れる。ラッキーラッキー。どこ行った？どこ行った？そっか。やばい。危ない。あれだ。大丈夫大丈夫大丈夫。はい、オッケー。待って、待て。もうこれはスキルチェックいきましょうか。回復。危ない。こっから動けん。お前、しゃ、おっしゃ、危ねえ。いすげ。ここ落としないよね。ガラスか？あ、ガラス。次どっち？そっちか。大丈夫。踏むな。ギリギリ。よしよし。オッケーオッケー。オッケーオッケーオッケー。鍵が必要。え、そこにあるの鍵。頭おかしい。うふう。ああ、ちょっとまあ画面が見にくいと思うんですけど、すいませんね、回復薬がそんなにないので、呼吸器がね。うん、あ、川が若干近いからね、音がそこそこ高い。え、下降りんの？降りるっぽいね。いやー、そんな感じ。あ、ここ大丈夫じゃね？ある程度早く走っても。待て、一応確認。はい、問題ないで。お次はここ。ん？あったあった。
オッケー、オッケー。暴れんな。暴れんな。かけた。の、登ってくんねよ。え、嘘、こっちから行けないの？行かしてよ。下の方が安全なんだから。使おう。視界をクリアに。おかしいって、なんでこっちから行かないといけないの？きついて。いたいた、降りて。めっちゃ音すんだけど。誰ね、あの、こんな乱雑にシート置いたの。もうちょっと平らに置いときなさい。困るて。ちょっとあっちまで行きたいね。あの、すげえ砂利ある。砂袋もないし。今。いや、それでもきついわ。ここの子供考慮してればもう事前に撒いてたんだけどね。帰ってきたんだけど。大丈夫大丈夫大丈夫。あ、そうか、砂撒いてるから早歩きでもいいんだ、ここに関してはね。砂撒いてるから遅歩きじゃなくてもいいんだ。音がかなり、あの、抑えられてるから。え、問題はここ。怖い。環境音。オッケーオッケーオッケー。危ない。で、こっち。オッケーオッケーオッケー。慎重に慎重に慎重に。おーし、おーし、よしよしよし。電車エリア攻略。はあ、きつかった。ごめん、まだ続く。電車エリア、電車エリアまだ続くよ。瓶あった。まあ、ここぞって時までは使わんけど。あーあー、なるほど。あそこまで、黄色いとこまで砂を引いていかんといけねえけど。足り、あ、一応ね、砂袋あった。あそこで補給しようか、砂袋。オッケーオッケー。あ、待って、このちっちゃい缶はあれじゃない、ダメじゃない。コンコン、上大丈夫なのかね、砂があったとしても。これ大丈夫なんだ。砂袋最強すぎる。砂袋最強すぎる。素晴らしい。素晴らしい砂袋。で、そっち。おお、ガラスがある、そこ。あ、どっちもガラスあるやん。どっちもガラスある。ダメだ、回避不可。ここは、いや、めっちゃなんだけど。嘘嘘嘘嘘嘘。やっぱここ、え、やばやばエリアじゃん。えぐい。3は無理、絶対無理。3は、うん。で、あいつがこっちに来た場合、1回だけね、向こうに追いやることができんね、これで。ほら、無理だもんこれ。ここはストレスとんでもないぜ、現実世界だったら。大丈夫、危ない。オッケーオッケー。ゴーゴーゴー、でかい、ゴーでかい。ゴー神様、ゴー神様、ゴー神様。ほら、あの、フルで歩いてもね、危ない危ない。フルで歩いて4なんだよね。だから5だったら絶対、あの、引っかかんないから、もうチャンスタイムだね、環境音5は。オッケー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 。もうないよな、ガラス。ね、緊張でちょっと色彩がね、淡くなってんですよね。うん、ストレスで。
だから、ちょっと見づらいとこもあるんだよね、この色合いだと。かといってね、回復使うわけにもいかないしさ、有限だから。いや、この視界も制限されんの怖いね、ストレスによって。本来なら気づけるところも気づけなかったりするから。いやー、よく考えてますね、開発陣も。そう、これぐらいだったら全然いいんですよ。もうほんと、ストレスが赤レベルまでなると淡くなるからね。大丈夫。いける。よし。川近いんだけどね。近いようで遠いからね。なんもないよな。はい、ガラスなし。ガラスなし。オッケー、事前確認オッケー。それではフルスロット。あっ！戻ってきた、あいつ。落ち着け、落ち着け、落ち着け、落ち着け。いるかもしれないぞ。落ち着け。周りを見るんだ、アレックス。周囲確認、正面だけじゃない。後ろも見ないと。いるかもしれないと思ったけど、いなかった、よかった。はい、最高。OK, OK. あ、そうか。川の音近いから。やった。やった。環境音を味方につけた。行くぞ。早歩き。よし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 。ああ、待って。水辺じゃん。嘘。どうだ？まあまあ、確かに音は鳴るけど、ジャブジャブ音よりか環境音の方が、高い。V 部。注意しろ。最新の注意が必要だ。一体のクリーチャーが奇妙なことを行っていた。そいつは私の音を聞こうとしていたんだと思うが、いつもと様子が違っていた。奴は私をスキャンしていたようなんだ。ただの勘違いかもしれないが、奴らにそんなことができるなら、ただ静かにしているだけでは不十分かもしれない。勘違いであればいいのだが。何スキャンって？その生物が出す特有の音っていうのを感知できる存在がいるんですかね。だったらこの川の、これも意味をなさないかもね。まあ、そういった個体がいてもおかしくないよね。たくさんいるわけだから。バレてる？一応環境を味方につけてるけど。いや、メモリで見れるのマジでありがたいね。だって分かんないもんね、自分のジャブジャブ音の方が高いのか、川の流れる音の方が高いのかなんて。こうやって可視化できることによってね、できる行動っていうのが明確に分かるから、すごく楽。来た。スキャニング。クリーチャーは音を聞きつけ、ピンポイントでその場所を特定できる。奴らの振動が聞こえたら、できるだけ動かず静止すること。クリーチャーが集中している間は、周囲の音だけでは身を隠すことはできない。スキャニング中はいくら環境音に紛れてても、生物が出してる固有の音を探知できるっていう能力ですね。先ほども言いましたけど。え、これ来てる？え、上にいる？上にいた。え、これがスキャニング中だ。OK。この時はもうピタって止まっとかないとダメだね。すげえ。ピタッと止まっとかないと探知される。ちょっと待って。瓶。あ、瓶ないのっけ？あれ？あ、落としたんだ、さっき。瓶、なくなってる。違法。
危ない。スキルチェックくんなら早く来い。危ない。オッケー、オッケー。オッケー。どうしようこれ。いた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 。おう。待って、3体いるわ。奥にもいるじゃん。さっきの列車が落ちた音に反応したのか。こっち向くなよ。オッケー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 。急げ。ああ、やっとこれだ。あいつらから逃げることでもう手一杯だったけど、景色めちゃんこいいね。めっちゃぐらいいいじゃん。すげえ。すげえこれ。はい。ちょっとね、まあ癒しポイント眺めてましたけど、もう終わりです。先を目指しましょう。先は長いので。よいしょ。来たよ。はい。あら、もっと。走って逃げないと。危ない危ない危ない。大丈夫？これ、あ、これ、いやー捕まった。これもう全力で逃げないとダメ。これも全力で逃げないとダメなやつだった。しまった、しまった。もういいのかと思って。そこだ、ダクト。オッケー。ね、ここはさすがに入ってこれないもんね。列車事故だって。うん。あ、またデイワン来た。What are those things? Hospital must be a madhouse. Is Ken? He hasn't called back. We'll be there soon. I should have gone with him. They're getting on us!What do we do? Only thing we can. Alex here. Don't give her well, a gun! You can't shoot! Laura's right. I don't know how to Okay, simple. Right. Point, shoot, then reload. Like this. Day 1のあの後、ね、みんなで車に乗って逃げたんですね。で、逃げてる途中に追われてるからっていうことで、ここで、銃撃戦が、始まるみたいなんですけど、銃を渡したのはマーティンのお父さんでしたね。うん、アレックスに渡したのは。はい。で、リロードして。あ、押しっぱだ。押しっぱじゃないとリロードしない。来るぞ。OK! リロード。いや、これはね、思ってるよりか楽かと思ったけど、そこもか。クリーチャーとの戦い。クリーチャーは殺せないが、爪を狙い撃ちすると転倒させることができる。弾薬数に注意しよう。倒せないのか、これ。こいつらの外皮って結構硬くて、銃でもなかなかね、ダメージを与えることができないんですよね。銃の攻撃で最も効果的なのは、クリーチャーの頭が、開いた時。そうすると、外皮がめくれるんで、そこに、銃撃を加えると、致命傷を与えることができます。ただ、そこを狙わない限りだと、倒すのは非常に難しいですね。OK、じゃあ腕ね。ふざけんな。あ、リロード。あ、食われた。おーおお。あぶだ。大変なことになってますね。リロードした。あ、お父さんも。あ、救車の方に行くね、これは。救急車の方がでかいから。Quick, they're coming! Bomb left! The hell
Laura? We don't need you trying to kill us too. Then you try. マーティンのお父さんも持ってるね。銃。やばい。嘘。あ、ダメだ。やばいやばいやばい。お、よ。かあ、しまった。破られちゃった。ジャムったんだったんですね、今の表現。さあ。次はどう来る？ナイス、アレックス。ナイス。危ない。あ、これもう動画いいっぽいね。Just breathe. You got this. すげえすげえ。I told you not to give her a gun. Look right. 今二手に分かれてるみたいね。うん。アレックスのお父さんは別で病院に向かってるみたい。めっちゃ緊張する。転倒する。はい、チェイス終わりましたけど、オンボロ懐中電灯がついに壊れました。はい、デイワンね、過去編にまた戻りましたけど、今回マーティンのお父さんのロバートですかね、ロバートが、亡くなった状況っていうのがはっきりしましたね。あれに関してはもうどうしようもないよね。マーティンが気絶してて、でパッて起きたから、とっさに起きたことだから状況理解してないじゃないですか。だから声が出たんですよね。あの状況だとマーティン、そして、近くにいたローラがね、襲われてたのはもう確実ですもんね。なので、あの状況で2人を助けるにはどうすればいいか、もう撃つって選択肢しかないですよね。で、撃ったけど、まあ、あいつの急所には当たらずね、あいつはそのまま存命状態で、そこに、ロバートが割って入ってくれて、ロバートも応戦しようとしたんだけど、応戦する、時間を与えられないまま、やつの手にかかってしまいましたね。ここからね、アレックスとローラのわだかまりがどん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 、増長ですかね。うん、増長していったんですね。もしここで、ロバートからね、何か一言、うん、ローラにあればね、わだかまりっていうのは生まれなかったとは思うんですけど、まあ、そんな暇もありませんでしたからね。何かを伝えるっていう。
そしてこの後ね、マーティンも亡くなりますからね。本当、ローラとしてはどう生きていけばいいのかっていう状況だったでしょうね、あの病院では。そんな中ね、あの妊娠が発覚したから、本当自分の孫だけでも、あのもう守らないとって。今それがローラを動かしてんですよね。ただね、孫を守りたいっていうね、思いが強すぎて、アレックスのお父さんがね、不良の事故に遭ってしまったんですけど。いや、きついね。きつい。それじゃあね、本日はね、話も長くなりましたけど、ここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回は、工場ですかね。港付近にある。この工場を、抜けて、港まで行ければいいかなと思ってるんで、よかったらね、またこの続き見てやってください。よろしくお願いします。それでは島津のクワイエットプレイスになりました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。